指原プロデュースサシピー、これまでのプロデュースを全部まとめてお届けします。サッシーファンの皆さん、録画の準備よろしいですか？さあ続いては指原プロデュース題してサシピーです。はい、ちょっとこれ、ね、僕もやりたいんですよね。せっかく3人並んでるんですから。いやあ、これはいいのがあった。いいのがあったってなんですか。浩平さん、これこれ、サシピーファンなら誰もがわかる、あの超レアな変装アイテム。はい、どうぞ、これお貸しします。これ何、これメガネでしょ。そうですよ。これをかけろと。しかもあのメガネですよ。どのメガネ。これまで数々のプロデュースを手掛けてきた指原莉乃プロデューサー、その輝かしい軌跡をまとめてお送りします。はい、さあ小平さんもかけてメガネかけて、はい、それでは VTR 振りいきますよ。サシピー総集編VTR サシピー。振れないのこれね。題して指原プロデュースサシピーのコーナーです。サシピー、サシピー最初のお仕事は番組からの依頼でした。たまり場を盛り上げるための番組キャラクター、正式に決定したのはこちらです。獲得票数461票、かなりの大差がつきました。たまり場番組キャラクターの顔を認めたのはエントリーナンバー3番レコキャラでした。感動的な結果になりましたね。ですね、私も感動で涙が出てきましたね。出てきました。好きな食べ物とか、その好きな食べ物は、はい、あのイチジク。イチジク今考えてない。なんか聞きたいことある。出身地は、出身地大事だ。あれですよ、キャナルシティ。キャナル出身。キャナルシティ、キャナル出身。今決めてない。大丈夫ですか。キャナルシティ出身、イチジクが好物のタマト、これからもよろしくお願いします。続いての依頼は福岡ヤフオクドームのお膝元、東神町商店街を盛り上げてほしいというもの。古くは江戸時代から続くと言われている東神町商店街にサシピーが平成の風を吹き込みました。商店街の中にある2軒のパン屋さんでオリジナル商品をプロデュースしたんです。わー、全部美味しそう。超美味しい。幾度も試作を重ね迎えた発売の日、たくさんの方が集まってくれました。京都という方もいらっしゃいました。横浜という方もいらっしゃって、はい、さあ大勢のお客さんでにぎわっておりますが、もう大盛況ですね。嬉しい、大成功。もう本当嬉しい。サシピーのおかげです。大成立ですね。やったぞー。やったー。いただきました。ウィウィシー女子高生から寄せられた依頼は、10月20日に学園祭をするんですが、絆でつなごう地域の輪ということで、地域の商店街を巻き込んだ大規模なものにしようと思っています。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。早速博多女子高校に視察に訪れたサシピー。お邪魔します。こんにちは。元気いっぱいの高校生たちを見てひらめきました。HKJ48 を作る。やっちゃいましょう。このサシピーの思いつきではなくて、計算されたひらめきを受けて生徒さんたち早速 HKJ48 の練習を始めました。挑戦する曲は、サシピーこの振り付けを見て分かりますか？ギンガムチェックだ。その通り、 AKB48 のギンガムチェックです。難しいよね、難しかったな。みんなの頑張りに応えるべく、指原莉乃直々のダンスレッスンも行われました。そして迎えたこの日。
博多女子高校学園祭当日です。今回の学園祭は博多女子始まって以来地域の皆さんを巻き込んでのフェスティバル、絆でつなごう地域の輪をコンセプトに準備をしてきました。難しい。続いてはルーマーの12番 HKJ48 で曲名はギンガムチェック。テレビ西日本たまり場の指原プロデュースで始まった HKJ48、 サスピーから皆さんに手紙を預かってきました。HKJ の皆さんへ、指原の急な無茶ぶりに応えてくれて本当にありがとう。みんなが練習している姿になんだかグッときました。そして嬉しかったです。みんなのステージが成功するよう祈っています。みんなの青春として思い出せるイベントになるといいな。頑張ってください。応援して。はい、ということです。あら嬉しい。あれあれ、泣くのはまだ早いよ。なるちゃん、かわいい。みんなHKJ48。 わーすごい、すごい、頑張って。本当だ、すごい。なるちゃん、なる、すごい。すごい、これすごいわ。キレある、HKJ48。 リーダーのマリアちゃんをはじめとする3年生のメンバーはこの春無事に卒業しました。あ、すごい。この後サシピーがミラクルを起こします。お次は番外編、嬉しいドッキリ企画です。福岡市城南区の若草保育園、ミニクリスマス会が行われるこの日にサシピー宛てに依頼をくれた先生がいました。子どもたちが今お遊戯会とあと音楽会に向けてちょっと練習をすごく頑張っているので、その子どもたちをすごく喜ばせたいなという思いでちょっと依頼をさせていただきました。やりましょう。やりましょう。近いな。やりましょう先生、はい、実は子どもたちだけでなく吉子先生と園長先生以外はサスピーが来ていることを誰も知りません。子どもたちの可愛い姿を撮影させてくださいとだけお伝えしてカメラを入れさせてもらっているんです。サスピー扮するサンタちゃんが指原莉乃に変身して子供たちに喜んでもらおうというこの企画、きっかけの曲が流れ始めました。みんなはなりたいものとか夢とかあるの？何になりたい？消防士。AKB になりたいの？じゃあ誰が一番好き？マリア。そうなの、サッシーが一番好きなんだ。みんなマリアって、サッシーが一番好きなんだよね。サッシーはね、顔こそ良くないけど性格はとてもいいんだよ。ほんと
当に知ってるさっしー。カンタちゃんはさっしーを連れて来れるの、ここに。わからんわからん。もし来たら嬉しい。すっごい喜ぶ。イエーイ、知ってるみんな。5つ目のプロデュース依頼は、箕島商店街を盛り上げて。サスピー宛てにプロデュース依頼をくれたタッキーこと田中理事長。その手紙にはこんなことが書かれていました。30年前は人、人、人であふれかえっていた箕島商店街。今は昔、箕島に電車が走っていた時代がありました。にぎわっていた商店街、皆さんにはこんな思いがあります。僕たちがちょっと小さい頃、まあ、すごかったですよ、黒だかりのお客さんが。それが今ね、もうちょっとパラパラになってしまって、先輩たちの人たちが作ってくれた商店街やからですね、これをもう一度ね、自分たちの手で ね、 そうですよね。だからもうこれはもう冊子勉強でもう一度盛り上げてもらってが夢なんですけどね。商店街に息づく人々、その人々が生み出す昔ながらの味、これこそが箕島商店街そのもの。このこだわりの味をぎゅっと詰め込んでお客さんに届けたい、そんな冊子 P の思いから生まれたのが冊子弁当でした。そして迎えた発売初日。大勢のお客さんでにぎわってます。これは事件だ、事件だ、事件。ありがとうございます。以前はわずか200個のお弁当を求めて東京、北海道、さらには韓国からもお客さんが集まってくれました。箕島商店街を盛り上げてというプロデュース。トラブル、また今後ともぜひ箕島商店街に足を運んでいただけたらなと思っています。いろんな買い物して帰ってください。今日本当寒い中ありがとうございました。ありがとうございます。これ何これ、すごい、はい、大成功。いやいや、もうありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。劇場に持って帰って食べます。ああ、よかったです。もう警護とかいろいろありがとうございました。いいいいいい、すごいですね。あのや、もちろんでもちょっと凄さにびっくりしました。まさか噂では聞いてましたけど、本当にそうなりましたね。その前に何回か買いにくださって方もおられたんで、ね、今日わざわざ弁当買いましたってお礼言って帰られた方もおられたんで、まあね、なんかコミュニケーションが取れていいんじゃないですか。ね、もう商店街をこうやって皆さんご家族で、うん、お孫さんまでこう協力してくれて、今日はいろいろやってくださったんですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちらこそ初めてじゃないですか、商店街であんなに人がいたのね。今日楽しかったですよ。それがね、やっぱりファンの皆様ってね、ものすごくマナーがいいの、感心しました。お父さんが朝早くから頑張りました。お父さんが作ってくれました。ああ、朝早くから作りました。せっかくね、お土産だけ持って帰る人たちも持って帰って食べるときにね、あ、これはボリュームがあるわと言われてもらうだけでもね。ありがとうございます。こちらこそよろしく、どうも。はい、どうぞ。ありがとうございます。お父さん、ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。サッシーがほら帰り寄るかなと思って、ほら切っとった後はほら、うわー、こういう人だけどもう帰ったっちゃろ。今日どうでした？おかげで売れました。ほいでここに切っとったけん、ほらみんなサッシー弁当に入ってるんよって食べさせたもん、スカブも。
そしたら、サシが美味しいって言うなら買っていきます。朝早くから大変だった。もう、張り切ってやってますから。いつもね、あの商店街ね、少ないからね、今日はもう本当ね、人が多くてね、久しぶりにね、皆さんね、もう本当に喜んでおります。こういう素晴らしいね、人通りを見たのは、私はもう40年近くになってますけども、本当に何年ぶりですね。サシピーちゃん、また来てください。いやー、いろいろプロデュースしてきましたけども、先週放送したタイレンラーメンのテイクアウトチャーハンも、これからね、愛され続けてほしいですね。ね、他にも東神町商店街、博多女子高校、若草保育園、美濃島商店街、そしてタイレンラーメン、他にもサシピーのプロデュースに関わってくださいました。すべての皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当感動するっていいことですよね。素晴らしいと思いますよ。サシピーは偉大ですね。小平さん、ふざけないでもらっていいですか。はい、いや、そういうあのツッコミは言いましょう。触れましょう、これ何か。